ことよし。君らの読み上げの声が聞こえないんだけど。なんで？なんで君たちの読み上げの声が聞こえないの？スピーカーの音どこへ行ったの？雑音？雑音って何？雑音？これは？これは？これ雑音入ってる？雑音？雑音って何？読み上げが動かないの？聞こえてる？聞こえづらい。聞こえづらい。マイクのボリューム上げる？聞こえる。これ聞こえる。バイクのエンジン音どういうこと？バイクのエンジン音って。マイクボリュームもえらいことしてるけど、ちょっと下げようか。工事中？これぐらいどう？聞こえる？これ聞こえる？これ聞こえる？聞こえない。聞こえ、え？で、マイクはあのパソコンでいいんだけど、これは聞こえてんの？聞こえない。聞こえない。ドド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 。どうしたの？あれ聞こえてるっぽくない？今聞こえてるっぽくない？動いてるっぽい。動いてる。これ動いてる。またあのこういう時に限ってあのこ必ず来るな。声はするがノイズがすごい。ノイズな。どう消したい？ノイズをどう消したい？ノイズどうやって消したい？いつもあのあかん時のタイミングで来るよね。あの子来たら俺枠を切ってるように見えるけど、あの子が来る時に限りいつも枠落ちるんだけど、すごいそういう星の元に生まれてんだろうね。あの子別に切ってるわけじゃないからね。あの一応言うとくけど、別に切ってるわけじゃなくて、たまたまあなたが来た時いつも切れるんだよ。なぜか知らないけど君が来ると切れるんだよ。今日もまたこのマイクテストしてるときに、カメラテスト、マイクテストしてるときに、あと絵面が汚い、ほっといてくれ。ほっといてくれ、これ。はは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 
タレパンダ。タレパンダ。ちょ、パンダってやめとこう。だらしねえ。だらしねえな。だらしないでしょ。やばいでしょ、マジで。おっさんになるとね、仕方がないんすよ、もう。あなたたちもね、いつかなるんだよ、あなたたちも。あなたたちもね、そのうちなるんだよ。あなたたちもね。ああ、でも月曜日の仕事憂鬱だわ。めっちゃ憂鬱だわ。絶対力仕事やん。めっちゃ痛くないんだけど。なんで受けてしまったんだろう。動画のネタにと思って受けちゃったんだけど、めっちゃ痛くない仕事なんだけど。月曜日。月曜日行く現場はね、ほんまもの現場ですよ、また。神組に匹敵する現場ですよ、あれ。なんせ男性と女性の集合場所が違うんだから。男性と女性でやることが違う時点でね、もうお察しでしょ、そんな現場。そんな現場ね、お察しなんだけど。やべえな。お金いるしな。でもそんだけやって6000円とか終わってるよな。あんまトラックロンちゃん探そうかな。キー部分が汚い、ほくろ多い、ノイズ消す方法を考える。そんなノイズ入ってる？そんなノイズ入ってんのか。カメラを、だからこのマイクを規定のマイクに戻したいんだけど、なんで戻らない？なんで規定のマイクに戻らない？これでどう？聞こえんくなった。これは？これは？これ聞こえる？これ。これ。聞こえる。あ、ダメ。あ、ダメ。どれなんだろう。これは聞こえてる。ドドドドドド言ってる。なんなんの、どういうこと。え、これの何があかんの。声は聞こえているんだが、ノイズがすごい。ノイズ、ノイズ、ノイズはどうやって消したらいいの？ノイズってどうやって消したらいいの？バスタオルは置き去りなの？どこに置いてたの？どこに置いてたの？あ、俺、とりあえず置いてやるの。洗濯してくれてるらしい。例えばタオルどこにあったか見てなかった。タオル。せっかくカメラ手に入れたのに、声、ノイズがなぁ、ノイズなぁ、ノイズって出て消してんの。どんなのザーって。ドドドドドドって入ってるの。自分のスマホで見てみて、どんなノイズが入ってるのか。本当に心臓の音出てる。もうこれ、スタートで使ってるときにこの音が出た。見て、見えちゃったよ。いいんじゃないです。いいんじゃないです。
こえないよ。え、聞こえてる。え、全然聞こえへん。何これ、シャリ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 って言ってて、全然声小さいんだけど、イヤホンで聞いても聞こえないんだけど、これやばくない？これやばくない？これどうしたらいいの？マイク。これは？なんか今一瞬聞こえたけど、聞こえてるやん。元に戻ってほしいんですけど、元にも戻らないんだけど、あ、戻ったんじゃん、戻ったんじゃない、これ、あれ切れた、あ、これいけてんじゃないの、これなんか変な音するけど、なんで消えたりするの、これ、どういうこと、え、これいけたんじゃない、これいけたんじゃない、遅れてきたけどこれいけたんじゃない、あ、これいけてる、ちょっとめっちゃタイムラグあって自分で聞き取りにくいけど、とりあえずこれでいくわ、これ多分あの風呂じゃない、これ多分やけど、持ってきたマイクじゃなくて、もともとパソコンのマイクにセットをしてあるみたいね。カメラだけ、今度は微妙な声。もう微妙な声でいいわ、もう。声微妙でいいわ、もう。
み上げが聞こえないんだけど、不便なんだけど、すごく。読み上げが聞こえなくて、すっごく不便なんだけど、おじちゃん、配信してる側から。どうしたら、どうしたら直るの？どうしたらいいの？手があるの？これ。ワッチのどこかに設定画面があるの？設定とか。聞こえてるでしょ、これだって聞こえることは聞こえてるでしょ。こういったらそれでよくない？別に俺がよう聞こえようが悪い聞こえようがさ、別に大したこと言うてるわけでもなく、あの声を歌代わりに聞いて、明日までに調整、マジで明日までに調整、マジでか、今日寝ずに調整しないといけない。おやすみなさい。ちょっと調整しておきます。何がダメなんでしょう？どういうこと？何なの？夜中の3時にやることやないけどな、これ。夜中の3時にカメラテストしろ、俺もすごい。何がダメと言われたら、俺たち。だってさ、普通に神様に生まれる瞬間に、お前はどうしたいのじゃって言われたら、流産でお願いします。ぜひとも流産でお願いします。間違いなくそう答えるからね。36年間ね、辛くないことが、辛くない日が一日たりともなかったんだよ。よう俺ちゃんうつ病にもならんと普通に生きてるよねって自分自分を褒めてあげたい。感心するわ。金持ちの家に生まれたらね、いいよね、お金持ちの家とか。もうそもそも生まれ落ちたとこがちょうど貧乏でさ。あ、でも金持ちになれないわ。一瞬金握ったのにな。そこからもう二度と這い上がることもなかったな。だけだったわ。あ、おやすみなさい。大起動とかせなあかんちゃうかな、これ。いろいろっぽいな。そうか、わかんない。大起動とかなんかもう、そもそもマイク設定とかそんなところをいらなあかんねんな、これ。
だ。
大地震あった。ね。